朝日新聞ポッドキャストでまあそれで一つですねもう一つまあ手つかずになっているそのファックスの問題っていうのがですね火星ガス器には残っているんですよねはいなんですかでそれがまあ国会対応での<ー>ファックス出ましたね、うん、はい。 そうなんですね、まあ、省庁の役人の人たちはですね、まあ、国会の時期になると国会議員の先生たちから質問取りをするんですよね、まあ、翌日の国会でどんな質問が出てきするのかということを聞いて、まあ、答弁の準備を一生懸命すると、でこの手法がです、ね、ファックスでお願いしますと。 いう議員さんがかなり思っているということなんですよね,ね。もうだからそもそもこの質問取りというかその国会のね、えー、会期の期間中になるとね、うん、本当にあの霞が関のね皆さんってのは大変そうで夜も遅くまでねその質問に対するこう準備っていうのをしている質問をねすごく遅くまで送ってこない人もいるっていう中でファックスで送られるっていうんだとまたねこう大変ですよね。そうなんですよね。うん、まあこのまさに霞が関のですね働き方についても取り組んでいる。 ワークライフバランスという企業がですね興味深い調査をしていまして、はい、で昨年の6月から7月に国家公務員の方にですね議員とのやり取りでメールが使えるかを聞いたんですよね。うん、そしたらそうは思わないつまりまあメールではできないという回答がですね、うん、86%。で、す、まあ今年の春にですね同じような質問をしてですね、うん、まあその数字は31%ぐらいまで。 減ってですね。まあかなり減ったかなという気がするんですけど。知ってますけど。うん、あそれでもまああの結構な数字かなというふうに思います。うん、これってね、あれなんですかね。やっぱりそうは思わないっていうのがすごい多かったのが減ったのってやっぱこうデジタル値を作ったりとかっていう流れの中で、まああれですか。あんまり <laughs> 議員はできないとか言えないなっていう感じになったんですかね。まあそういう意味もあると思いますね。やっぱり、はあ、あの。 うん、デジタル化を推進している議員さんとかもですね結構いるので、うん、そこの部分っていうのは1つで、まあ、結構、その霞が関の働き方自体もですね結構話題にもなっている。 と思うので、まあ、その部分で、そこを議員が足を引っ張っているというふうに言われるのは、なかなか嫌だというところもあるのかな、という気はしますよね。<laughs> うんでも、やっぱり、その三十一パーセントですか？三割だとしても、やっぱりメールを使えないと。おぼしき人がいるっていうふうに、議員でね、いるっていうふうに言ってる人が三割もっていうのは、相当高いですよね。いや、高いと思いますね。うん、でまあ、あとは、もう一つ。その 役人の方側にもですね一つやっぱり議員への忖度っていうものがあるのかなという気がしていて<お>で、まあ、同じあのワークライフバランスの,のですねあの小室社長にちょっと取材をしたんですけどが、うん、今回の原則廃止の方針が出たときにです、ね、ある省庁が、まあ、内部に回すメールに、まあ、議員事務所とのやり取りは例外ですっていうふうに自分で送っちゃってたと。<laughs> まあここはもう何も内閣官房もですねおそらく河野大臣も行ってないんですけども、うん、まあそこをすでに例外にして、えー、省内に通知を回していたと河野太郎さんは別にあの議員事務所とのやり取りは例外だって回せと言ったわけではないんだけれども、ね、まあ省庁の方で自主的にそういうことをメールで送っていると。はい はあ、なんかまあその、ちょっとやっぱり忖度かなっていう,こう印象もありますけれどもね、うんうん、これ、実際の,その国会対応とかってどうなっていく感じなんですかねねそうです、ね、あの内閣官房の方はほうは、まあ、国会対応については、あの対応をですね検討してから連絡するという立場でした。で、記事が載った翌日にですね河野大臣に記者会見があったので聞いてみたんですけども、まあ、この時には、まあ、国会対応の ファックスも廃止を目指すと、衆参両院にも直接、私が出向いて説明して、うん、協力をお願いしたいということでした、なので、まあ、これからです、ね、対応がどうなっていくのかっていうのは、見ていく必要があるかなというふうに思っていますこれ、実際に議員さんって、そんなにメール使えないもんなあとはですね、そまあ、議員さんもそうなんですけど、まあ、議員事務所の方とかもですね、ーメールで送って。で あの連絡をすると同じ内容をファックスで送ってくださいって言われたとかですね、<laughs> <ん>なかなかちょっと古い体質が残っている部分もあるのかなという気がします、ね、だから、まあ、いかに霞が関がですね温度を取ってやろうっていうふうに言ったところで、肝心の国会議員がねやらないっていうんじゃなかなか話は進んでいかない、少なくともファックスの全敗っていうのは絶対できないですよね。そそうですねそこは 変えていかないといけないかなというふうに思いますね。あと、どうなんですか、私、最近ですね、この、えー、築地の本館三階のですね。悩みみたいなところで、ポッドキャストの収録ばっかりしてるんで、あんまり社内の状況を知らないんですけれども、編集局のフロアとかって、ファックスって減りましたかね。ファックスはですね、あのかなり減った、減ってきているかなという気がしています。で、経済部の中でもですね、まあ、かなりリリースがファックスで届くと。 うん、企業からとプレスリリースが企業から届くっていうのがあるんですけどもそれをまあどんどんメールに切り替えてもらったりっていう取り組みはしているとそうするとでも今度はなんかプレスリリースのメールが山ほどメールボックスに溜まっているみたいなことにならないですかおっしゃる通りですねものすごくメールが <laughs> あの溜まるので、うん、まあそれはまあひとまずしょうがないのかなと。<laughs> だかからなんかさっきね、ね例示された企業の場合だと1300も、ね、あの朝にファックスが溜まってたなって話もありましたけれども、まあ、それぐらいの数のメールが逆に来るってことになったらあんんまりりないですもん、ね、そうですすもねねそうん、やっぱシステムとしてちゃんとそこら辺がこう処理できるようになってほしいってとこでですすかねねそそうです、ね、そういうのがなってくるといいかなというふうに思いますねなると思います。 ちょっと時間はまだかかるかなというところですかね <laughs> 時間かかりそうですか、はい、それはやっぱりその霞が関とかあの長門町なんか見てて思いますそうですね、そこはちょっとまだ時間がかかるかなという気は、まあ、でも進むとしたら一気に進むかもしれないんですけど、そこの部分が結構ん、ね、あとはそう、ね、江戸井さんの話だとやっぱり中小企業って言ったら確かにね、すぐには、ね、普及しなさそうですよね。 そうですねやっぱり中小企業もですね、まあ、なんとかこう共通のプラットフォームみたいなものができていけば、あそこにみんな乗りやすくなっていけばいいのかなという気はしているんですけども、なかなかそこもまだ難しいのかなという感じですね。ということは当分、フックスは現役であるとそう思いますなるほど、わかりままししたた土井さんどうううもあありりががととごござざいいました。 はい、えー、東京経済部土井新平記者からです、ね、ファックスの話を聞いてきました。 でまあ、ネットなんか見てますと、ですねもうすでにまだファックス使ってんのかよっていうのは、ですね嘲笑の対象っていう感じもあるんですけれども、まあ、話を、ね、伺っていて、そうだなと思ったのは、やっぱり中小企業はなかなかそう簡単にね、導入進まないよなと、システムの導入ですよね、ファックスがないと、まだ仕事ができないっていう人がいるっていうところは、確かに組んでいかなきゃいけないだろうと、そうなった時にはやっぱり、まあ、これだけね、デジタル庁ということで、国が温度取ろうというわけですから、 まあそういうシステムの導入に向けてやっぱ国が温度取とっていくっていうことをあるいはまあ助成金みたいなものを出していくとかでですねそこをただ逆にその日本のね産業振興みたいなところにつなげていけることができればこれ一挙両得いい話なんじゃないかなっていう,ふうにも思うんですよね。まあ、ファックスを単純に目の敵にするんじゃなくってこれどういうふうにしていったらいいのかなっていうのを考えるっていうまあそういう一つのきっかけになってくれればという,ふうに思います。 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう